ショートムービー記者発表会にお越しいただきましてありがとうございます。まずはその CM を見ていただきたいと思いますので、まずはテレビ媒体を中心とした15秒バージョンと30秒バージョン、そしてウェブ関係に流すショートムービー、動画を政策別、子育て、消費税、農業の代表単独と対談バージョンをそれぞれ2種類ずつ計6本を見ていただきます。よろしくお願いいたします。時代を変えた者たちも初めは少数派だったはずだ。相手は大きいけれど私たちの思いはもっと大きい。私たちの答えを全力でぶつけていこう。作ろう新しい答え、国民民主党。どんな小さな声にも耳を傾け力に変えよう。声の先にこそ答えはあるのだから。作ろう新しい答え、国民民主党。考える家庭の環境に左右されることなく社会にとっての宝なの。もう周回遅れも甚だしい。現場の声とか全く無視ですよ。まさに政治の力で変えていただければ。作ろう新しい答え、国民民主党。これまでの増税と違うのは、軽減税率というね、食料品とか生活必需品は税率を安く 8% に据えようっていうことなんですが、お店の側も消費者の側も、ややこしくてよくわからないと言われてますし、さらにポイント還元 5%、2% カードを使う人には還元するということなんですけど、これもわかりにくいですよね。そもそも軽減税率は低所得者対策だったんです、でも軽減税率って低所得者の人よりも高所得の人の方が恩恵が大きいんですね。そうですね。例えばお肉でも 100g100 円の肉と 100g1500円も2000円もするような霜降りみたいなのとは本当は違うんですけども、でもどっちも食品ですから、そういう霜降りの肉を買うお金持ちもやっぱり軽減になっちゃうので、その人たちの方がたくさん恩恵を受けるんですよね。より多くの人たちがちゃんと納得できる、そういうものにしていかなければならないと思うけども、今のまま進めるっていうのは全く納得がいかないし、全くこの公平性を欠いているというふうに思いますよね。税金を好きな人はいないから、好きな人はいないからこそ公平であることとか簡素であるっていう原則がすごく大事なんですけど、今回の軽減税率で本当に私は納得できないのは、食料品生活必需品は安くしますよと言っておきながらね、なんでそこに新聞が入っているのか、しかも家に届く宅配の新聞は 8% で軽減税率なのに、全く同じ内容の同じ新聞を駅で買ったりコンビニで買ったら 10% で、電子版で読んでも 10%、 もう意味がわからないですね。でこれもやっぱり、みんなが業界で陳情してですね、自分のところだけは認めてくれと。で、要は権力に近い人、近い業界だけ税金を負けてもらうようなことが横行するようになればね、税の公平性は著しく失われてしまって、誰も消費税増税に今後理解しないし納得もしない。これが一番私は問題だと思います。作ろう新しい答え、国民民主党。した議員定数の削減をしないどころか定数を増やし、実は高所得者に有利で不公平な軽減税率を導入し、ポイント還元プレミアム商品券でお金をばらまく、こんな消費税増税には賛成できない。作ろう新しい答え、国民民主党。
の一番の課題はやっぱり少子化だと思うんですね。で加えて一人一人の子どもが置かれている環境も7人に1人の子どもが、まあ、いわゆる相対的貧困という中にあって、特に一人親家庭の子どもは未だに半数が相対的貧困の中にいます。本当に私の友人なんかでもね、大学進学するときに家庭に余裕がないから本当に優秀だったのに進学を諦めざるを得なかったっていう人が実際にいるわけなんだけれども、うん、家庭の環境に左右されることなく学びたい、良くなる人たちがその自分のね目指すものに向かっていけるそのチャンスをつかめる、そういう社会を、ね、私たちは作っていかなければならないんじゃないかなというのは本当に思いますね。次の時代を作るのは今の子どもたちなんですね、うん、ですから子どもたちは社会にとっての宝なんですね、うん、この社会に生まれた子どもは社会の宝として、社会できちんと大人になるまで育っていく、やっぱりそういう社会にしないといけない。いくつかのね政策が私は必要だと思うんですけど、まあ、一つは、まあ、都会はですね待機児童の問題がやっぱり大きな問題で、まあ、働きながら子育てもしたいという女性お母さんまたお父さんも多いと思うんだけれども、やっぱりなかなかこの待機児童問題っていうのは解消しませんね。で今回心配しているのは消費税を増税した分を使って幼児教育の無償化、まあ、保育園幼稚園を無償にしましょうということをやろうとしてるんですけど、これ2つの問題があって、1つは今もすでに所得の低い方の保育料なんかは、まあ、非常に安くなってるんで、逆にこの無償化をやることによって所得の高い家庭の方が良いメリットを受けるという意味で、まあ、その意味ではまたそのちょっとお金持ち優遇的なところがあるのと、やっぱり無償になるので保育ニーズも無償なら行こうということでさらにこう押し寄せるとですね、待機児童問題がむしろ悪化するのではないかなと。だから無償化も私たちは進めてきたしやったらいいと思うんだけれども、ちょっと順番と優先順位が違ってると思っていて、せっかくお金があるんだったら保育士さんの待遇を上げるとか施設を充実させるということで、まず待機児童の解消に全力を挙げて、ね、合わせて無償化もやっていくというのが、ね、今の問題に最も適したやり方だと思いますね。まあ政治選挙ということで考えるとね、うん、一番ね投票に行ってくれるところの政策っていうのはこう手厚くなってくるじゃないですか。でもだからこそ、まあ、その子育てとかね若い人たちへの政策支援というのは非常に私はこの国遅れたし薄かったというふうに思うんですよ。子ども手当だとか高等学校無償化なんていうのは無駄の要件とばらまきだと批判されたけれども、今でも残っているし必要とされている。もう子どもを中心に考えることによって結果として消費も経済も活性化するという声も、私は子どものミックスって呼んでますけど、やっぱり子どもや未来を中心に考えて経済を元気にしていくという発想が今一番必要だと思いますよ。新しい答え、国民民主党。子どもは生まれてくる国も地域も家も選ぶことはできません。だからこそ私たちは全ての未来ある子どもたちに、頑張れば何にだってなれる、どこにだって行ける、世界は広い、チャンスはみんなに平等だ、自信を持っている、そんな社会を全力で作っていきます。スロー新しい答え、国民民主党。私は大規模な企業型の農業を否定しませんけれども、もうそれしか認めないみたいになっていることが問題で、例えばね家族型農業っていうのは世界家族農業年って言って国連も力を入れて、実は
その集奪型 そのこう自然を破壊していくような企業型農業はやっぱり限界があるんじゃないかということで、今むしろ世界では家族型農業にすごく光が当たり始めているのに、日本はそれをやってきたのにそこから離脱して企業型大規模型になっているのがね、世界の実はトレンドから見たらもう周回遅れも甚だしいと思いません？これだけ大規模な自然災害がねあって、そして国の食料自給率は4割を切っている、まさに食料安全保障の観点からもどうやって、それをね作っていくのか守っていくのか後継者を育てるのか、これ一体的に考えていかないと、どこかの国が、まあ、困った時には食べ物を出してくれるんですよなんて構えればね、私は本当に危機的な状況を迎えるんじゃないかなというふうに思いますよね、うん、まあね、まさにここは食っていうのはいわば安全保障の一番の基本で、うん、あの飯を食わなきゃね戦できるんじゃないけども、本当にやっぱり食べるものについての安全安心をどうちゃんと国として確保するか、もう首相なんかまさにね、そのための法律だった。やっぱりね、安心できる食べ物を国民の口に届けるというのはもう政治の一番大事な仕事だと思いますね。あの今若いお母さんたちと話をしていても、やっぱり子どもたちに食べさすものを、その食料に非常に不安を感じてますよね。あの遺伝子組み換え食品もそうだし、成長ホルモンを使ったお肉が入ってきてるんじゃないかとかね、やっぱり自国の中で安心できる食べ物をしっかり作って、それを国民の皆さんに届ける仕組みをきちんと残すこと、また農業をしている人にとってみればね、やっぱり営農を継続して安心して息子や孫や後継者に堂々と引き継いでいける、あるいは継いでくれと自信を持って言えるような農業にぜひしていきたいですね。スロー新しい答え、国民民主党。みんなが安全で安心できるものを食べられるようにすること、それが政治の役割です。北海道から沖縄まで日本はさまざまな地域があります。だからこそ画一的な農政ではなく、地域の特徴を生かせる農政が必要です。大規模な農家から小さな家族経営の農家まで、安心してそして誇りを持って続けられる、そんな農業政策を進めています。作ろう新しい答え、国民民主党。はい、どうもありがとうございました。今まで見たやつは皆さんにお配りしているこの資料の一番後ろの方に2時半公開でサイトが開かれておりますのでよろしくお願いします。また一番その後ろの最後にですね、まあ、あのこれを放流していただける社の方にはこの一番最後のところにダウンロード用のサイトがございますので、ぜひご利用いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではお待たせしました、柳谷に記者会見を始めますが、塚脇代表、そして古川本部長が認識されます。はい、お待たせいたしました。ただいまに国民民主党新 CM ショートムービー発表会を始めさせて、いただきます。田中代表より一言もご挨拶申し上げます。はい、皆さんこんにちは。今ご覧いただきましたけれども、この度新しく党の CM を作成し公開することといたしました。昨年9月に古川代議士を本部長とするコミュニケーション戦略本部が立ち上がりまして、さまざまなコミュニケーション戦略の案を練ってきましたけれども、この度
CM ということで、まずはあのウェブ上の動画の CM ということで展開するものを作りました。これまでの候補に比べて、まあ、戦国風ということで極めて、まあ、かなり斬新なものになっているなと思います。ぜひ、まあ、国民民主党、これまで政治に関心がない人も含めてですね、若い人や女性やいろんな人に知っていただくそのきっかけになればと思っております。動画政党ということをですね掲げて、さまざまな情報発信を強化していきたいと思っていますので、その意味でも今回のムービーはですね、そうした考え方に沿ったものだと考えております。で、まあ、戦国ものにしているということについてはいろいろなご意見がありましたが、まあ、選挙というのはですね、我々は最も重視しているものでありますが、民主主義のもとにおけるある種の戦だと思いますし、またこの大きな力に立ち向かっていこうとする私たちの姿勢を表すものという意味もあって、こうした、戦国もの、武士ものというものにいたしました。また併せて作成したショートムービーにはですね、これもネットで限定的に流そうと思っていますが、消費税、子育て、農業といった、象徴的な課題に対する国民民主党の新しい答えというものをできるだけ分かりやすく伝えるものにすべく作成をいたしました。これからまずはウェブで流していきますけれども、そこでの評価や、さまざまな声も聞きながら、場合によってはこれからまた地上波などでの CM へ展開していきたいと思っておりますけれども、まずはあのウェブ上での動画の発信と、ムービーの発信ということで始めていきたいと思います。私から以上です。はい、ありがとうございます。続きまして、コミュニケーションセンターの本部、古川元久さんの中より CM についてのご挨拶をさせていただきます。今日皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。コミュニケーション戦略本部長を務めております代表代行の古川です。今日は皆さんすでに見ていただいたと思いますが、コミュニケーション戦略本部で、昨年来検討してきて、まずはウェブでですね、CM を流していこうということで作成をいたしておりました。 CM が完成をいたしましたので、今日からですね公開をさせていただきたいというふうに思っております。我が党はですね、玉木代表のもとですね、とにかくやはりこれまでの従来のあまり政治に興味や関心を持ってなかった、やっぱりそういう層にですね、党の存在を知っていただく、そして私たちの考えを知っていただくと、そういう思いで、このいろんな形のコミュニケーションツールやあるいは、戦略というものを立ててきております。その意味でですね、まずは昨年、党のアイデンティティを表す、作ろう新しい答えという、タグラインを決めさせていただきました。これはですね、我々国民民主党がですね、今日本が直面するさまざまな課題、国民生活で直面しているですね、そうした課題に対して一つ一つ新しい答えを作り出して、それを示していく政党であると、それがこの作ろう新しい答えという言葉に込められております。このタグラインの思いをですね、伝えていくツールとして、様々な取り組みも始めておりますが、今先日からスタートいたしております、そこで作りました国民スタジオもですね、まさにこういう場を通じて、SNS 等でですね発信をしていくと、そういうことでありますし、今回のですねウェブ CM もそういった意味での、こういう CM を通じてですね、この作ろう新しい答えという、私たちの、タグライン、そこをですね一人でも多くの人に、理解してもらう、認知をしてもらうと、そこで関心を持ってもらってですね、その上で、我が党で、用意しておりますホームページであるとかです、ホームページであるとか、動画であるとかですね、さまざまなこちら発信しているものにですね、次に来ていただこうと、まさにですね一番最初の関心を持っていただく、興味を持っていただくと
というところのこう入り口だということで、この CM を考えております。まあ、そういった意味でですね、まあ先ほど代表からも話していましたけれども、まあ、戦国ものにしたことは、まあ、今、まあ、皆さんの中でも、そういうお好きな方多いと思います。まあ、日本人は基本的にやっぱり戦国というのは非常にこう、ですね、親しみがありますし、まあ、NHK の方であれば大河ドラマも今は苦労しているんですけど、やっぱ戦国ものになると視聴率が上がると、やっぱりそういった意味でですね、非常にこう戦国というのは、関心が高いものでありますし、また特に最近ですね、若い人たちも含めて、まあ、歴史ブームという歴女というような言葉があったりとかですね、そういう意味での、まあ、戦国時代とかそういうものに対する関心も高まっておりますので、まあ、そういうですね、形を、まあ、使うことによってですね、今まで政治に関心なかったような方々にも関心を持っていただき、まあ、そこから先ほど申し上げたようなですね、もう一歩踏み込んでいただくような、まあ、そういうきっかけにしたいというふうに思いで、この、戦後ものの CM をですね、ウェブ作らせていただきました。代表からも お話しさせていただきましたが、まずはウェブ CM でですね、で CM を行っていきたいと。で、まあ、ショートムービーについてはこれは CM ではなくてですね、特設サイト作りましたんで、そこに来ていただければ見ていただけるということで、まあ、このウェブ CM を見たい方がですね、もう一歩踏み込んでいただく、まあ、その次の段階もですね、ショートムービーという形で用意をしたということでありますので、ぜひまあそちらの方もですね、皆さん方にも見ていただき、まあ、できる限りですね、皆さんの方からもまた、一般の方にお伝えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。私からは以上です。はい、ありがとうございました。ここからじゃあ次に応答とさせていただきます。挙手、そして、社名、お名前をお話しのお持ちに、じゃあ、前の方どうぞ。フランス店の及川と申します。技術的な話なんですが、はい、ウェブ CM というのは、例えば YouTube で収益化されている方ですと、画面クリックすると5秒ぐらいまでは CM が流れるようになってますが、そういう CM の形もなさるんでしょうか。YouTube で例えば、収益化されている人の動画をクリはい、広告の形態は様々な形態があると思いますので、まあ、そういったYouTube 流す前のね、数秒間流れる、2、3秒流れたらスキップできますという、あれですよね、まあ、そういったことも含めてですね、どこに流していくのかは今検討しておりますけれども、まあ、様々な SNS を通じて、発信を強化していきたいと思いますし、まあ、場合によってはポータルサイトのバナーとしてもですね、流していくということも含めて考えております。はい、ありがとうございます。はい、次の方、じゃあ前の。あ、はい、自分の奥田と申します。この CM の制作費用はどれぐらいかかったのかなということを、例えば1ヶ月ぐらいですね、どれぐらいのリターンを見込まれているのか、あと、まあ、この人選、玉木さん、鈴川さん、田辺さん、こう人選されたなんかこう理由とかあれば教えていただけますか。あ、それじゃあお願いします。これ費用はですね、まあ、まさに広報の予算の中でやっているというところであります。そして人選等については、まあ、これは代表がメインでありまして、でそういうですね、こう、まあ、話し合いの場を作るということであったので、まあ、たまたまこれはその日の収録の玉木代表の収録の日になんとか予定に合わせられる人ということで、例えば私と田辺さんになったので、それ以上の別に何か対応はありません。はい、目安とかあれば、できるだけ多くということで、別にそういう、はい、とにかく、はい、ぜひそちらの方でも、ね、PR してください。はい、朝日新聞の山岸と申します。代表にお伺いした方がいいと思うんですけれども、はい、戦国部長ということですが、念頭に置かれている特定の武将がいらっしゃるかとか、あるいはなんか何かイメージ、どういう場面をイメージしながら、まあ、演じられたかとかですね、もしそういった特定のお名前があればお伺いできればと思います。いや、特定の武将のイメージはありませんし、時代もですね、特定の時代のイメージがあるわけではありませんが、ただ、まあ、毎日戦ってますからね、まあ、本当に、戦っていこうと、
まあ、たとえ小さな軍勢になってもですね、大きな敵に立ち向かって、逆転勝利を収めていくと、まあ、そういう戦いをイメージしながら作りました。はい。じゃあ次、じゃあどうぞ。初めての方、はい、どうぞ。あの日本テレビの右松です。今あの隣のですね、あのスクリーンにまさにあの甲冑を着た代表が映っておりますが、ズバリその、まあ、どの辺に合ってるかという、何点自分で点数つけるでしょうか。点数、いや甲冑って重いなと思いましたね。はい、あの1日で撮影しましたけども、まあ、なかなか役者さんって大変なんだなということを改めて感じました。あの、まあ、点数はなかなか自分ではつけられないので評価をお任せしますけれども、まあ、俳優さんというかその、ね、大河ドラマなんか撮られるのは大変だなと改めてやってみて実感しました。はい、では他、はい、どうぞ。フジテレビのクリアです。はい、あの先ほどそのウェブ動画を公開しての評価を受けてテレビ放送の展開も含めて考えるところだったんですけども、例えば夏の参議院選挙に向けて、まあ、地上波等でこの動画を流すっていうのは考えはあるんでしょうか。そうですね、あ、検討していきたいと思います。ただ、まあ、いわゆる、まあ、AB テストのようにですね、今も確かに2種類あったと思うんですが、まあ、どちらの方がよく見られるのかクリックされるのかというようなことも、まあ、客観的に分析した上でですね、お金もかかるので、あのテレビ CM は、まあ、そういった分析も踏まえた上で今後検討していきたいと思っています。はい、どうぞ。もう1点お伺いしたいんですけども、あのまさに今の野党の状況って群雄割拠で戦国時代の様相だと思いますが、まあ、戦国時代なかなか裏切りも常でなかなか苦労されているところもあると思うんですが、この関連という部分は今回の指摘には込めてないんでしょうか。まあ、あの先ほど申し上げたように選挙というのは民主主義のもとにおけるある種の戦のようなもんですからね、まあ、様々な知力を尽くして策謀を尽くして様々なことが繰り広げられるという意味ではね、あの似たような側面もあるのかなと思いますが、まあ、あの別に裏切りを描いているわけではないので、まあ、しっかりとですね、強大な敵に立ち向かっていくと、チームワークよくぶつかっていくということをあの表現させていただきました。他ありますか。じゃあどうぞ。朝日放送の山本と申します。今回は新 CM とショートムービーをあの作られたというところで、営業的な視点であれなんですが、ターゲットというかこうどの層に一番見ていただきたいというか、まあ、逆にどの層をこう、そういう方々を狙っていった CM とかっていう、そういう目的みたいなのがあったらお伺いしたいなと思うんですけど、はい、あの今私自身、まあ、あの玉木チャンネルとか動画の発信をしてますけれども、やっぱ10代20代の方は結構見てくれてますね。で意外にやっぱり私たちはあの既存のメディア、まあ、特にテレビとかですね、まあ、新聞もそうなんですが、まあ、そういったことをよくご覧になっている方の支持が必ずしも高くないと思ってますので、まあ、やはりその、まあ、40代50代60代70代、まあ、テレビをよくある程度ご覧になっているような方々にもですね、将来的には浸透させていきたいなと。ただまずは、ウェブでの広告ということで、比較的まあ若年層で政治的関心が必ずしも高くはないような方にですね、まずは訴求していきたいなと思っております。はい、他にはどうですか。じゃあどうぞ。すみません、リアルライブの那須と申しますけれども、うちはちょっとエンタメサイトなんでちょっと面白い回答なんかもいただきたいなと思うんですがあのまず、まあ、自分こうやってこう武将になられているんで、まあ、自分を例えば武将に例えると自分はどういうタイプかな、まあ、今 の, あの政治の中の配置を考慮した上でもいいですけど、でまたもう一つ聞きたいのは、安倍さんとか麻生さんって武将に例えると玉木さんから誰に近いように見えているのかなっていうのもちょっと何かこう、いや それはもう特定の武将の名前はあの差し控えたいと思いますけどね、まあ、あの私はこう耐えて忍んでって感じですかね。でもやるときやるぞって感じでいつも思ってますから。あの例えば好きな武将とかって過去いらっしゃったんです
いや、これも何度も聞かれるんですが、いますけど答えてませんので、はい、好きな野球チームと好きな部署は答えないことにしているので。その理由は何？アンチの人が有権者の中に必ずいるからです。はい。安倍首相の件はどうですか？安倍首相はまあ部署というよりも何ですかね、ぜひ戦国武将のようにね、逃げずに堂々と厳しい質問にも向き合ってもらいたいですね。武士ではないまあそうは言いませんけど、はい、逃げないで、はぐらかさないで、ごまかさないで向き合ってほしいですね。はい、他はどうでしょうか？よろしいですか？はい、それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。それ1点だけ、昨日、この前の、会見で発表しましたけれども、公募をですね、国政選挙の公募を行いますが、これもですね、合わせて、戦国武将テイストで、公募をかけておりますので、合わせて、特設ホームページをご覧いただければと思います。以上です。ありがとうございました。これで新 CM 調査の発表会記者会見を終わります。